皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原栄一です。今日はここに並んでいるツワイスレンズ、これを楽しむツワイスウィークの第4日目のお話をしようと思うんですが、ツワイスウィーク、毎日いろんな先生方と一緒にツワイスレンズを楽しむといったイベントをやるんですけども、今回初登場の先生としまして、徳光ゆかり先生をお迎えしました。私自身20歳ぐらいの時にお知り合いになった先生なんですが、当時の京セラコンタックスですね、京セラさんでコンタックスというカメラを作ってまして、コンタックスというと、もともとカールツァイスが作ったカメラ、コンタックスなんですけども、それを京セラ、まあ京セラの前はヤシカだったんですけども、ヤシカが現代版に復刻して一眼レフとして登場させたのがコンタックス RTS というカメラでして、それを引き継いだ京セラさんが、京セラコンタックスですね、コンタックスというカメラで、でレンズは日本国内でツワイスレンズを作って提供してたという時代があるんですが、その京セラコンタックスの時代の一番のエースの写真家だったというのが徳光ゆかり先生なんです。で、徳光ゆかり先生は今回のツワイスウィークにあたって富士フィルムのカメラもお使いなので、富士フィルムのカメラに合わせたツワイスのレンズシリーズですね、ツイートというシリーズがあります。これはミラーレスカメラ用に開発された新しいラインということで、非常にねコンパクトというのが特徴なんですが、レンズとしては3本のラインナップなんですね。 32mm、 50mm、そして12mm ということで、広角とで中望遠マクロ、あとはまあ標準と言われる画角域あたりということで、この3本なんですけども、今回この3つのレンズ、特にですねこの 32mm の使いこなしということでお話を進めてきました。これは徳光先生が書いたホワイトボードの文字をそのまま消さずに残しているわけなんですが、ピントが合った場所がありますと、それに対して背景をどのように見せるか、そこに美を感じるのが背景の、背景の美を感じるのがツワイスなんだという説明でした。ここに F2.8 という記載も見られますけども、先生ご自身はね絞り優先オートで撮影をするというご指導をされるわけなんですけども、まあ、絞り優先オートというよりかね、徳光先生の有名な言葉で心優先という言い方をしますけれども、どういうふうに表現したいのか、その心を優先して絞り位置を決めなさいと。で、絞りを決めてピントを合わせる被写体がある。その背景に美を感じるのがツワイスなんだということなんですね。その背景の中に被写体よりも白いものがあるとそっちが目立ってしまうから、それを揺れないように工夫して撮りなさいというご指導でした。これもここをしてるでしょ、これ、これ、これとさっきのこれとどう違う、ここは違うね、うん、このツイートのレンズのシリーズだと富士マウントだけなんですけども、同じやつでこれソニー E マウントのやつもあるんで、必ずしもマウントによって仕様が変わるところなんですけど、富士マウントのものだとここにね絞りリングがありまして、自分で絞りをここで選べるということなんですね。開放絞りで背景をぼかすのか、視野界深度をもっと深くして使うのかというのをここで選べるということなんですが、まず撮影の場所に先生が選んだのが緑の木を選ばれたわけですね。そこでまあいろんな写真を皆さん撮るわけですけども、その時にですね、あらかじめこういう写真が撮れるんだろうという前提をもとに被写体をよく見ていないと見つからない、見つかりそうなものが見つからないというお話がありました。先生がねその木の中の赤い実一つというのを捉えてるんですけども、私自身はね見つからなかったんですね。やっぱりその撮影するときに被写体と光線の具合というところに気を取られすぎてたなという反省があるんですが、先生が捉えてたのはその中の赤い実、まあなるほどね、ここにポイントがあったかというところでした。
先生からお題が出ました。この葉っぱで5分間取れということなんですね。病院の窓ガラスなんですけどね、先生が面白いって言って取ったポイントだったりしますね。こんなところですね。この木の格子と緑を狙うという課題が出ましたので、これを取っていこうと思います。なるほど。黒いところと明るいところを取って、ツアイスの場合は暗いところが潰れすぎずに白いところが、飛びすぎないというのをチェックしろというのが先生のお話でした。夜光だからというところの光の良さと網の前後のボケを見ろということで、ここを取れということですね。ではここを取っていきましょう。でもう一箇所次に撮影したのがね、本当に道端にあるチェーン一つというところだったんですが、チェーンをどのように捉えるとそのレンズのボケを見せられるかということの課題でして、皆さんいいのが撮れたら先生のところに持って行って見せて、先生で合格をもらいなさいといったスタイルで進めておられたんですけども、今回のそのチェーンの時は私が一番最初に先生の合格をもらえたということで、ちょっと嬉しかったですね。このチェーンを使って撮れという課題でございまして、はい、結構皆さん苦心をしているという感じでございます。その後が昼食タイムだったんですが、もうこれ先生がね、カレーがいいか生姜ラーメンがいいかっていうことで、もう先生が店決められて、カレーアイロード商店街のところに南インドのカレー屋さんがあるというのを私もともと知っていて、よく通りがかってたんですけども、初めて入りましたね。今回7人ぐらいで連れ立って歩いたら、もう真っ先に先生がここって決めてそこに入ったわけですけども、本当にね、ナンがめちゃめちゃ大きくってね、これ食べるの大変かなと思ったんですけども、美味しく食べられました。ナン美味しかったです。焼きたてでしたしね。カレーもね、結構辛いんですけども、先生ご自身も、あと周りの同行された皆さんもですね、辛いのに平気で食べちゃったということで、結構そこ驚きましたね。はい、ナンはこっちの尻尾の方から食べるということで今教わりました。私自身は今回同行するのに、まあ、皆さんに富士のカメラでレンズを使っていただくということがあったんで、同じツイートだったんですけども、ソニー E マウントのもので、私が普段使っているソニー ZV-E10 で撮っていきました。まあ、そういうこともあってね、ツイートの 32mm、 普段あまり使わないレンズだったんですが、ボケの感じとかがなかなか面白いなと思った次第です。このツイートの 32mm って、実はここを開けるとプラナーと書かれてましてね、ツアイスの標準レンズにかなり長い期間打ってたプラナーと同じレンズ構成ということで、そういったことでも楽しめたんじゃないかなと思います。で、この 32mm で最後荒井薬師で、これはと思う写真を撮りなさいということで、先生のご指導のもと撮ったわけですけども、ご指導のもとってこともないか、ノーヒントだったですけどね。で、私が自信作ですと持っていったら、先生から若い人はこういうのを撮りたがるんだよねと言われました。写真が、まあこういう写真なんですけども、で、先生にとっては私自身はもう20代の時から変わらないという扱いでございますので、いつまでたっても田原は若いなという感じで、今回は写真を見ていただいたという感じです。まあ、こういったことでね、いろんなところで撮影の指導をされている徳光ゆかり先生が、まあ、昔から愛用されてたツアイスを久々に別のカメラですけどね、当時は京セラコンタックス、今回は富士のカメラで使われたわけですが、そういった楽しみ方ができるレンズが今回のこのツイートということで、レンズのラインナップがね、3本しかないっていうのは先生も残念があっておられるところではあるんですが、ただこの3本を使いこなせばすごく写真が楽しめるよというふうにいただきましたので、皆さんもぜひこのね、ツイートのレンズ群ですね、チェックいただければと思います。田原英一のこのチャンネルでは、このように、この撮影セミナーの様子というのもお伝えできればなというふうに考えています。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。